広島、堂林翔太内野手、30、17日の巨人戦で、4回に決勝の代打逆転満塁本塁打を放った。チームの3試合連続満塁弾は91年以来31年ぶりで、プロ野球史上4度目。同一カードでの達成は50年中日以来72年ぶり2度目の快挙となった。3点差以上の逆転勝利は今季初。東京ドームでは18年8月以来4年ぶりの同一カード3連勝となり、2位を死守した。とにかくみんなが繋いでくれたチャンス、感触がすごく良かった。入ると思った。好条件は一つだけではなかった。直前で投手が左腕、高橋から右腕、桑原に交代した。今季は試合前時点で対左投手を打率、188と苦手とする一方で、対右を同、275と得意としている。加えて、浅山打撃コーチは、大きい変化球が苦手かなという感じで、曲がりが小さい直球系。カットボール系を仕留めている、と言及する。判断はカットボールを捉えたもの、得意とする条件がいくつも重なって快挙が生まれた。巨人相手に今季初の同一カード3連勝を導く漫談を放ったのは、磯村、長野、堂林。いずれもベンチを温めていた選手が逆襲への機運を高めている、河合陽介。丸、堂林の代打満塁弾は、プロ初。巨人戦で代打逆転満塁弾は52年服部嗣広、名古屋、92年大山道夫、大洋、14年関本健太郎、上、に次いで4人目。7回には中村健も代打でソロ。広島でゲーム2本の代打本塁打は8年5月25日ロッテ戦の4回島重信3ラン、8回尾形浩一2ラン以来14年ぶり。